お待たせしました。それでは、黄色の旅です。まずは、黒の旅を見られて、黒、発祥に、アシラ同士です。おめでとうございます。アシラ、おめでとう。このピッチングで、振り返りますと、初回の大きなピンチがありました。そこを抜けたって思ったんですね。ピンチになったんですけど、姉妹に調せずに、バッタに向かいました。あの場面、健康を捉える山田さんがまず来ましたよね。その時っていうのはどうしようとしたんですか？まあ、気を出したんですけども、まあ、変えずに、しっかり譲って、しかも勝利もあったんで、そこは変えずに行ってきました。2回以降は、少しテンポが上がったのかなっていう気がしましたが、本人の中ではどうでした？そうです、もう、やっぱり先発ピッチャーの人としてそこは意識してなりました。そして打線の方がいいゲームを取りますね。そうですね、大好きなゲームを取っていただいたので、それを強めでしっかり勝負することができました。その援護手の中ではご自身の初ヒット初打点もありました。その辺はどうでしたか？今日皆さんのバトルだったんで、8割出してもらえるんですけど、本当にお話しするわけですけれども、まあ、このタイムを投げ終えて、そこからの時間っていうのは、長く感じたんじゃないですか？そうです、まあ、あとは自分で応援することはできないので、他のピッチャーの方と、やしてもらうのを応援してました。ウィングホールが受け取られましたよね。はい、やっぱり大きいです。
マウンドも高いし、質も高いので、すごく大きく見えました。そしてこの勝利が令和という現行になって初めてのチームの勝利です。野球人の私としては、今シーズン、3月の終わりから、春が1月の頭から動きが始めているので、現場が変わったということに関しては、野球人の自分としては、特に変わりはありません。さあ、そして今日はこの時、たくさんのお子さんの姿も見られますので、お子さんに一言お願いします。長い間、試合に向けて、東京の皆さんも、大人の皆さんもありがとうございます。今日のような、緊張感のある試合をあんまりしたくないです。もっと大胆な試合をいっぱいしたいです。楽に勝ちたいです。でもなかなか楽には勝てないです。そのためには自分たちが頑張らないといけないと思うし、ファンの皆さんの声援も僕たちの、前向きな姿勢の、後押しになります。ぜひ皆さん、ゴールデンウィーク期間中だけでなく平日もたくさんのお客さん来てください。これからも応援よろしくお願いします。